こんにちは、 LR チャンネル月曜日担当の内野ゆうみです。今日は風船でリースの作り方を皆さんにご紹介したいと思います。同じ長さの風船を3つ用意します。先っぽを結んでいきます。こんな感じです。三つ編みしていきます。三つ編みができたら結んでいきます。端と端を結びます。はい、これでリースの完成です。はい、いかがでしたでしょうか。バルーンアート100均などにも売ってますので、お時間ある方ぜひ挑戦してみてください。それではまた来週もお会いしましょう。バイバーイ。